はい、ゼルダの伝説スカイボードソード実況プレイのパート43やっていきたいと思います、前回ネイルの炎を手に入れまして、また女神の剣が女神の白人剣に成長しました、攻撃力とかは、長剣の時と変わらないみたいですけれども、ダウジング能力が、どうも強くなったみたいですね、今までは、ファイが適宜ね切り替えながらやれてたんですけども、なんかそれ以外にも何か6つぐらい、ダウジングに登録できるものがあるみたいです。また今回は一度スカイロフトの方に戻りまして、これまで集めた素材を使って、装備の強化だったり、クローショットも手に入れたことなので、いろいろ回収要素を優先していきたいと思います。さてさて、多分ね、女神の落とし物が1個足りないかなってぐらいで、素材は結構他のものは一通り揃ってるんじゃないかなと思います。あとはこの辺もチェックしに行き、ここ2ついける、こことここですね。でこれはもう外しちゃおう。うん、いいね。しまった無駄に一回羽ばたいてしまった。で、一応ね、財布に今1459ルピー溜まってるっていうことで、1900ルピーまでしか入らないので、もしこれで女神キューブ取りに行ってゴールドルピーが出てきちゃうと、ちょっぴり損してしまうので、それをちょっと後回しにします。そうだな、よし、先にこっちの買い物をチェックしようかな。財布ぐらい拡張できんじゃないかな。よし。あ、財布はもうねえのか。でもポーチの拡張がある。1200ルピー。いいでしょう。よっしゃー、これは虫メダルか。1000ルピー、1000ルピーはいいや、まず後で。つまんな、とりあえず1個だけもらっていくわ。ハートのかけらも欲しかったが、おそらくあれはまあね、効果だろうから、それは後にして、スカイロフト内にも結構宝箱がありますね。まあお金もちょっと減ったところですしね。一通り回収していきましょう。この建物の中にあって次1個解放されてんのかな？あ、あった。光ってますね。中身は何かな？お、ゴールドルピー。あ、こんだけあったら、どうかな？あ、矢立てがあるね。矢立て買おう。あ、矢筒だった。弓使うからね。買っていくよ。オッケー。じゃあ、あと目にもよねえな。ん？あ、もう買った。さて、というわけで強化しよう。改造。来た、弓の強化。木の弓から鉄の弓に攻撃力が上がる。ただでさえ剣より火力高いのにね。
よろしく。いいね。あ、でもなんかこの指の継承あれだね、ブレス・オブ・ザ・ワイルドに騎士の意味だか兵士の意味だか、多分騎士かなの意味がなんかこんなデザインだった気もするね。でさらに鉄の意味を聖なる弓にいけます。攻撃力がさらに上がる、まあ、とんでもない破壊力だなきっと。今後の戦闘大体指でいいんじゃねえかな。狙うの大変だけど。いいね、デザインもなんかおしゃれ。と改造できるのもこんぐらいだな。10本入り。いいね。あ、いけるじゃん。完全強化だ。オッケー。あ、じゃあ俺あれだな、女神の土砂もすでに使ったんだな。すべてなんか1個使った気もする。あ、じゃあもうこれで強化するもんなくなっちゃったな。うん、いやーこいつにも世話になったな。トレジャーメダルももういらないじゃん。アイテム整理しよう。間違えた、何も変わってねえからな。アイテムを整理します。ちょっといい感じに整理しよう。これ無駄に買っちゃったんだよね、種袋。命のメダルあればいいかな。うん、いいよね。あとそんな金使うこともないでしょう。あ、引き取りってあるな。でこれを、あ、いいじゃん。相変わらずやる気ねえな。中に入ってる種の分も換算してほしいね。どうせだったら。オッケー。いいね。あ、そうだ。あー、いや、これ買っとかないといけない。さてそれじゃあまずは、女神の宝箱集めに行こうか。いやでも待てよ、クローショットせっかく取ったからフィローネ地方に。あ、でも結局
イベントの展開的にその後行くのかな。うん。じゃあまあいっか。とりあえず、今解放されている、女神の宝箱全部回収しちゃいましょう。いや、弓がかっこいい。チャージが変わらないのは多分これで済んじゃうからなんだろうね。外したけど。違う、それがシャインじゃない。さて、この上見に行ける。あそこにあったのか。ん？あって、やっちまった。なるほど。ハートのスキラゲット。あとはほっ、よっしゃ。いいね。おお、絶妙な距離感だね。他でも取りに行っちゃおうかな。うん、じゃあまずこっち側から。あそこ行けばあった。あ無理やりすぎる。ごめんよ、ごめんよ相棒。引っかかってます。ここになんか2個くらい反応あったな。これか。ん？でも開いてる。ん？2個反応あるな。とりあえずこれでまず1個。長持ちメダル、薬の効果が長持ちする。へえ。あ、いいな。言うても爆弾結構補充効くし、
パチンコももうあんま使ってないからな。あ、そういうこと。お、命のメダルがもう一個。なるほどね。なるほど、なかなかいいな。で、その左上が、あ、ここ回収でいいね。あと言わなくなった。ここでなんだ？また、スカイロフトを真ん中にしてみれば、ねえ、真逆というか、なかなか厄介な距離感だな。お、なんだお前ら。間違えた。やべえな。なんだあいつって思われてるんだろうな。やべえやつだ、お前ら行くぞみたいな。すいませんね、これでも一応勇者なんです。どうでもいいけどさ、これ見てる人、俺はね、あの乗り物酔いとか 3D 酔いっていうのない、あのしたことないからわかんないんですけど、こういうの見て酔わない酔わないようなプレイングができているんだろうか。俺は結構ぐるぐるぐる回しちゃってる気もするからさ、なかなか視聴者さんは目に優しくない動画になっちゃってるんじゃないかなって、ちょっと心配もあったりとか。どこだ？どこだ？この下か。ん？お、妖精がいる。ハートメダル。いやー、でもなんか実際その薬の効果が伸びるっていうの、結局全然ここまであれだな。薬はそんな試してねえもんな。ああハート、何、命のメダルくらいはなんか1個ぐらい持ってってもいいような気もするけど。薬か。ビーンってすれば3つしかないのかな、まあ、ポーチが一応これで最後みたいだから、結局これ以上アイテム持っていけないんですけどね。弓もなんか よほどアホみたいな扱い方しなければ20分でも足りそうじゃ足りそうなんですけどね。でもやっぱなんか攻撃力高いって聞くと使ってみたくなっちゃうね。よいしょ。さて、え、確かどっかにバシュッとでき、あ、できるできる。この辺からではないか。こっからだ。こっからだったらいいんだろう。普通にあの下でいいのかな。
ショートカット。できてねえ。どれだっけ、あ、ここか。そい。風呂。これは良くないな。ゼルダの部屋か。隣は誰の部屋？あ、ゼルダごめん。え、チンクル人形。いや、しかも全然びくともしないし。嘘。ありがたいけどごめんよ。ダメだぞ。女子のタンス開けるだなんてダメだぞ。ごめんゼルダ、俺悪い人間だ。あ、もう自由に開けれちゃう。はい、やばい。ちょっと今回のリンクさん変態かもしれないです。あ、あー、こんなところに久しぶりの。すみません、最近全然集めてなかったな。感謝の気持ち。これクローショット使えるようになったから、ねえ、拾えるところ増えてんじゃねえの。うん。これも探してみるのもいいかもしれないな。あ、そっか。正門から当てられません。で、行かなければならないのが、薬屋さん。そこで一個クエストを受けることになる。もっとあの上にも行きたいんですよね。あ、で、この角度だと見づれえな。見せろこの野郎。上とかで、あったー、50。どこ？そい。薬屋夫婦んちどこだっけな。夫婦の家、ここは違うね。うるさいよ。あ。なんだこら、なんだこら。よし。ここはね、汚いでしょ？なんだっけ？誰んち？
ああ、はいはい、商人さん、はいはい、はい、夜の道具屋、なるほど。あっちの子、オルリン鉱石、ぷよぷよした塊、ジャンの結晶。もう使わないからね、売っちゃっていいよね。ジャンの結晶。安っ。じゃあ、全部。はいはい。はいはい。塊めっちゃあるぞ。意外とコスパいい。え、これめちゃくちゃ金になるじゃん。やった。無駄に溜まってたからな。一気に金持ちだ。オルディン鉱石もいっちゃえ。いや、素晴らしい。はいはい。蜂の子も地味にあったろ。あ、ないのか。まあ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 、だいぶ財布が潤いました。ありがとうございます。定期的に来ようかな。向こうとした商売とか増えてラッキーでしょう。薬屋んちどこだっけな。ショップモールの方だったかな。え、誰これ。ばあちゃん。ああ、母親かな。家でも結局カチャ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 やってんのね、あいつ。うん、ショップモールの近くっぽいな。はいはい、ごめんよ。預かり屋。ジョナって誰だ。違った。家の場所がわからない。敵にめちゃくちゃ割れてっけど。上の方ではねえか。おや、ちょっと沼ってんな。さっきのね。ジャクリーヌんちじゃないし、ジョナって誰だ。ああ、家の場所がわかりません。あれ？空港違うもんな。
うるさいね。いや、ちょっと待って、マジで家の場所がわかんない。あの夫婦の家ってどこだ。じゃないし、道具屋後期にまだ多分入ったことないから、もしかして名前出ない家かな。夜泣きが。うん。嫁さんがっつり寝てるし。うん、夜泣きがひどくてね。もしかして。なるほど。なるほどな。なんだか協力者みたいですね。はい。で、ちょっとね、この家探すのに時間かけてしまったので、この続きはまた次回やっていくことにしたいと思います。他にはですね、なんつったっけ、セバさんか、の、クエストもまだ中途半端に残ってるはずなので、そっちもまた次回やっていきましょう。はい。では、ゼルダの伝説スカイウォード・ソード実況プレイのパート43はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。